第6装甲旅団は、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。最後は、第2装甲的弾兵士団霊下にあって、旅団霊下部隊は、ニーダーザクセン州のヘッセン州及び、ノルドベストファーレーン州に駐屯していた。1981年までは、第34装甲旅団と呼称されていた。第6装甲旅団は1975年に、前進となる、 第34装甲旅団がカッセルにて編成される。当初の冷火部隊は以下の通りであった。1975年にハノーファーシュミウンンの第2火橋中隊が第340装甲工兵中隊に改編される。同年フルガタールにて第340補給中隊が編成された。1975年に第340整備中隊が編入される。 同中隊は、以前、第二両兵士団令下の第二補給大隊、第二中隊であり、1975年に、第十六整備教育中隊から改編される。1976年、ボルフハーゲンにて、第54戦車大隊は、ヘシシュリヒテナウにあった、偵察小隊を母隊に編成された。1976年から1977年まで、 第34装甲旅団は陸軍第4次編成でのモデル旅団に指定される。1981年に旧第6装甲旅団が第14装甲旅団に解消され、これに伴って第34装甲旅団は第6装甲旅団に解消される。1981年に旅団司令部はカッセルからホフガイスマールに移転する。旅団名解消後の励化部隊は 以下の通りであった。1993年、第64戦車大隊は、第5装甲敵弾兵旅団に、第65装甲砲兵大隊は、第14装甲旅団にそれぞれ配点される。1993年に、第6装甲旅団は、解体され、残余の部隊は非現役化される。ありがとうございます。